イタロ・バルボ、イタロ・バールボー、イタロ・バルボー、1896年6月6日から1940年6月28日は、イタリアの軍人、探検家、政治家。ファシスト政権で、クロシャツ大指導者、空軍大臣、空軍参謀総長、リビア総督、北フリカ方面軍総司令官などを歴任し、独裁者ベニートムッソリーニの側近の一人と、みなされていた。 いわゆるファシスト四天皇の筆頭格として、ムッソリーニの政治的後継者に指名されていたが、対独関係で対立を深める中、リビア上空で不審な事故死を遂げた。イタリア空軍の大西洋横断飛行の指揮を取った、ことで飛行家として、ハーモントロフィーを受賞した。1896年6月6日、フェラーラ地方のクアルテザーナ村で生まれる。若い時から、 熱心な民族主義者として活動し、14歳で、リッチョッティ、ガリバルディ、英雄ジュゼッペ・ガリバルディの長男の兵部隊に加わり、アルバニア紛争でウィを踏んでいる。数年後に第一次世界大戦が勃発すると、バルボは当然ながら、大戦への参加を主張する参戦派に属していくつかの政治集会に参加している。そして実際に、イタリア王国が参戦すると志願兵として、 王国軍に入隊、第8 r p に連隊の三学兵となった。三学兵としてバルボは、複数の勲章を授与されるほどの英雄的な活躍を見せ、終戦までに陸軍隊員にまで英転を果たしている。終戦後、バルボは軍を除隊して、フィレンツェの法律学校で教育を受け、ジュゼッペ・マッツィーニの経済と社会理論という論文で法学の学位を取得、地元銀行に勤めた。 民族主義者としての傾向は保たれており、共和派のイタリア共和党に入党して、反応党派運動に加わりつつも、国際主義を標榜する社会主義政党とも激しく対立していた。1921年に、イタリア共和党に限界を感じたバルボは同党を離れ、新たに、ベニートムッソリーニラ大役兵が中心となって、 立ち上げた民族主義政党ファシスト党の決闘に参加、自らも党フェラーラ支部の初期に就任した。バルボはフェラーラ支部の党員たちを集めて紙兵部隊を組織し、地元でストライキを行っていた社会主義グループと市街地で構想を繰り広げた。バルボの紙兵部隊は地元の地主や資産家からの後ろ盾を得て、最終的にエステンセ城を占拠するまでに成長した。 1922年10月28日のローマ新軍で王家の指示を得たムッソリーニがファシスト政権を樹立するとバルボも党幹部としてラスと呼ばれる役職に指名された。これは内戦状態のエチオピア帝国で皇帝が地方の有力者に与えた称号に由来するもので党の地方支部の指導者を意味する役職だった。バルボはラス層の中でも特に実力のある党員で 当初機長、ミケーレ・ビアンキ、大役軍人層をまとめる、陸軍元帥、エミーリオ・デボーの国会議員であったチェーザレ・マリアでベッキラともに、ファシスト四天皇、と呼ばれた。ちなみにバルボはその四天皇の中でも、最も若年で、若くして、党の中央にあった。1923年、ファシスト党の独裁体制確立に向けた動きでも、積極的に活動し、 王国議会に代わって創立されたファシスト評議会の創立メンバーに名を連ねている。同年には反ファシスト派の粛清を推進して、反政府運動を指導していたジュゼッペ・ミューゾーに司祭を暗殺した容疑で告発された。1924年、バルボは国民経済省の次官と兼任という形で各地の老年退役兵ともと黒シャツ隊員を中心に集めて組織された。 国防義勇軍という一種の民兵部隊の総監に就任して軍部に復帰した。1926年11月6日、バルボはムッソリーニによって空軍大臣に指名された。山岳部隊出身のバルボは空軍に関してはほとんど専門的な知識や経験を持たなかった。それでも彼は自らの飛行下に入った空軍が陸軍から完全に独立するために、 様々な政治的努力を重ね、空軍の組織としての基盤を作った。1928年8月19日からは、空軍大将の地位を得て、ムッソリーニから独立空軍の全権を実質的に委任された。バルボは、空軍の責任者として、イタリア空軍の威信を高めるために、国際活動への参加を推進し、スピードレースや南極探検などで空軍に、 世界的な名声を与えていった。彼は専門的な空軍司令官ではなかったものの、優れた飛行事業家、アビエーターであった。また、バルボ自身も大臣でありながら、自ら長距離飛行部隊の現場司令官という危険な任務につき、き見事、大西洋無着陸横断飛行を達成して、空軍の躍進に、心身両面を捧げた。特に二度目の横断は、 世界的な注目を集め、着陸したシカゴではバルボを率いるイタリア空軍部隊は、アメリカ住民から熱狂的な歓迎を受けた。バルボ通りと改名された、シカゴ第7通り、現在でも、バルボの記念碑が残されているで、盛大なパレードが行われた後、アメリカ大統領ルーズベルトからバルボに、空軍勲章が授与された。アメリカの白人層のみならず、インディアンたちからも尊敬を受け、 通族からチーフフライングイーグルという称号を認定されている。バルボとイタリア空軍の名声は頂点に達し、イタリア系アメリカ人はバルボを祖国の英雄として称賛した。バルボもイタリア系アメリカ人協会を訪れ、自分たちの羊に誇りを持てと激励した。バルボと空軍はすでにアメリカ白人の主流層に合流しつつあったイタリア系アメリカ人に、 最後の後押しを与えたのである。帰国後、ムッソリーニはバルボを新たに創設した空軍元帥に助任し、名実ともに彼は空軍の権威となった。1933年11月7日、空軍大臣の任期を終えたバルボは北アフリカ軍総司令官に転任した。ムッソリーニはファシスト党の掲げる帝国主義の象徴であるアフリカの植民地の拡大を、 優れた事業家として空軍の躍進を導いたバルボに託したのである。バルボの新たな使命は西のツモからスーダン東部のチャド湖に至る不確定地域の確保でそこで他の列強国の動きを退りけてイタリアの権益を確立することだった。バルボは着任してすぐにチベスチ地方を訪問しイギリスやフランスに比べて比較的有利な状態に あった同地の権益主張を開けした。チャド湖周辺の占領は、リビアとカメルーン地方を接続することにつながりうる重要な計画だった。1922年から、かつてドイツ領だったカメルーンは、フランス領カメルーンと、英領カメルーンという委任統治領になっていた。カメルーンの確保は、大西洋に向いた領行の獲得を意味しており、ムッソリーには、 イタリアのアフリカにおける植民地帝国の大きな一歩になると考えていた。カメルーン製ズジブラルタルを合わせて確保できれば、南地中海沿岸部に一大植民地を形成することが可能だった。故に、じゃどこの獲得はアフリカの権益拡大において最初に目指されたのである。1934年1月1日、トリポリタニア、フェザンなど北アフリカの植民地を急合して、 続州リビアが成立、バルボはリビア総督を兼任した。一方でリビア総督への就任は政治的後継者を通り越してライバルとなりつつあったバルボにムッソリーニが危機感を抱いて本土から遠ざけたかったためであるとも噂された。これはバルボが個人主義的で他の党幹部と協調しない傾向があったことも影響していた。バルボとムッソリーニの対立を前に ヨーロッパに比べて、ムッソリーニより、バルボが有名だった。アメリカタイム誌はムッソリーニを、バルボの国の独裁者と皮肉る記事を掲載している。1935年に、アビシニア問題が悪化すると、バルボは、英軍の参戦を危惧して、エジプトとスーダンを攻撃するための戦力を準備した。ムッソリーニが明確に、エチオピアを征服する意図を明らかにすると、イタリアとイギリスの関係は、 実際に緊張した状態に入っていた。アビシニア問題に絡んで、イギリスの権益と軍隊に対する防衛策として、イギリスは地中海海軍とエジプト中流軍の増強を始めた。さらに、スエズ運河が封鎖されればそもそも、エチオピアに陸軍を送り込めなくなると考えたバルボは、リビアの戦力増強に努めた。こうした動きの背景にはムッソリーニに対して、圧力をかける狙いもあった。 三個師団と七百機の航空機が援軍として到来すると、バルボは著名な地理学者ラシロ・アルマシーからエジプトとスーダンに進むことの実現可能性に関して調査を依頼したと言われる。1935年9月1日時点で地理的状況を把握した上で適切な軍配置を終了したバルボはイギリス軍に対する奇襲攻撃を計画した。この時、イギリス情報部は タイから全くバルボの動きを把握せず、前線部隊に展開した英軍部隊は油断しきった状態にあった。しかし、イギリスとの戦争を無謀と判断したムッソリーニは、ロンドンにバルボの部隊配置を教えることで、バルボの行動を中止に追い込んだ。その後、イタリア政府とイギリス政府の話し合いの結果として、両国間でイタロアングロ協定、英意協定が締結され、ひとまず、 アビシニア危機器は遠ざかることになった。この時代、リビア方面軍のイタリア空軍機はエジプトやスーダン上空を飛行することがあった。イタリア人のパイロットたちは飛行ルートや離着陸地点について熟知していた。1938年から1939年まで、バルボ自身もイタリア領東アフリカからリビアへの飛行を行っている。 彼らはしばしば英領東アフリカとイタリア領東、アフリカの国境近くの飛行ルートを飛ぶこともあったいう。ドイツ空軍のエルンスト・ウーデットもバルボによる航空部隊の訓練に参加したこともあり、各国空軍との共同訓練も推進して空軍部隊の強化にいそしんだ。内政面ではインフラの整備を進めて移民を呼び込むための環境づくりを進めたり、 イスラム系住民へのファシズムの浸透を図ってのプロパガンダを行った。しかし、人種主義的な政治政策には徹底して反対し、本国で可決されたユダヤ人を迫害する人種法に唯一公的な反対を行ったファシスト党の幹部でもあった。1939年にポーランド侵攻が開始されるとはっきりとバルボはナチズムへの嫌悪を示して、 イギリスやフランスの戦線行為を正当なものだとした上で国際社会は一致してポーランドを救うべきだ発言した。彼は連合国からはファシスト党で最も高貴な人物だと称賛された。ローマに一旦帰国したバルボはドイツへの追従を深めるムッソリーニを辛辣に批判してかつてのムッソリーニがそうしたようにイギリス・フランスとの同盟を主張した。 ガレアッツォチアーの外務大臣などの賛同者もいたものの、バルボの意見は少数派に過ぎなかった。ムッソリーニがドイツと鉄鋼同盟を結んで資源の提供を開始したとき、バルボは彼らは進んでドイツ人の靴磨きになったと述べている。第二次世界大戦勃発時点でバルボはリビア総軍の司令官としてエジプト遠征の再開を命令された。バルボは 状況の様々な変化を指摘して、合理的にエジプト遠征が今や正気がほとんどないこととムソリーニに通告したが、作戦は決定された。フランスが降伏すると、フランス国境地帯の部隊が援軍として加わり、1940年の7月に侵攻が開始される予定になっていた。1940年6月28日、イギリス軍による空襲の数分後に、 リビアの飛ぶルクの飛行場に着陸しようとしたバルボの乗るサボイアマルケッティ SM-79 に対しイタリアの総工巡洋艦サンジョルジョが対空攻撃を始め続いて飛行場からも対空砲火が上がったそして SM-79 は撃墜されバルボは死亡した政府は同志打ちによる事故であると発表しただがバルボの家族などは ムッソリーニの命令による暗殺であると強く信じた。バルボの遺体は1940年7月4日にトリポリの外で火葬された。ムッソリーニが次にトブルクを訪れた時、バルボの死んだ場所に行くのを拒否したことで暗殺説がより信じられるようになった。1997年のインタビューでバルボの蒸気を撃墜した人物はイギリス軍のブリストルブレニムによる攻撃後に バルボの蒸気が太陽を背にして、低空で侵入してきたため敵機であると判断されただけだ、と述べた。しかし、議論はまだ続いている。ムッソリーニが仮に暗殺を命令したとして、その理由については諸説が入り乱れている。その中でも海戦直前に、フランス軍のモロッコ司令官と会談したバルボが、そこで自身がドイツと同盟することに反対していると述べた上で、 ドイツ軍は新しい戦術で機軍を短期間で降伏に追いやるだろうと暗に助言したとの記録が残っており、この階段を敵への密通と判断したムッソリーニが暗殺を決断したとする説が有力視されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。